皆さんこんにちは、ゆきです。皆さん見てみた、皆さん僕がついに皆さんのおかげさまでワクチン接種しに行きます。皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます。本当に最近コロナがすっごくひどいんじゃないですか。でも皆さんのおかげさまで、やっとコロナワクチン接種予約ができました。皆さんが全部コメントで、ヒデルさん防衛省が一番早いんですよ、こっちのが早いんですよ、コメントたくさんくれたし、DM、インスタの DM でも、E メールや LINE や全部皆さんが教えてくれて、やっとコロナワクチン接種しに来ました。本当にありがとうございます。日本人本当に優しいんですね。あんちゃんは韓国人。すごく皆さんの心を優しくて、いつも僕は宝生きてです。あ、生きてます。いやー。綺麗ですね、綺麗ですね。西東京、西国分寺、ここも初めて来たんですね。あー、ピーピーピー。僕が皆さんに恩返しすることは、今日のワクチン接種の予約とワクチン接種、全部リアルで皆さんに見せる、そういう方法しかないと思います。僕の情報が少しでも役に立ちましたらとても嬉しいです。僕は予約は大規模接種センター、はい、大規模接種センターで予約を取れました。そこで場所が4カ所あったんですけど、確か一番近いのは東京駅近いの丸の内と、ここ西国分寺とどこだったっけ、もう一箇所があったんですけど、こっちが予約を取れました。はい、と皆さんも本当に一日油断せずに新接種を打ってください。僕がめちゃくちゃ怖いのがあるんですよ。あの嫌いっていうより一番はやっぱり注射ですね。2番目お気分幽霊、なんですけど、注射怖いんですけど、でも国も行けるようになるかもしれないんですね。僕ワクチン接種して皆さん会いに、いろんな日本の全国行くのが本当にすごく楽しみです。違う、すごく綺麗ですね。静かで、いいですね。ですね、ここ今西国分寺駅からバスに乗ったらすぐなんですけど、僕いろいろ見たいから今歩いていくんですね。歩いたら15分ぐらい。ひまわりが、めっちゃ綺麗。ああいうバスかな、ああいうみたいなバスを乗せたら多分すぐ行けると思いますね。ここは接種するのはファイザーって書いてあったんですよ。ファイザーですね。
ほら、見たでしょ。いや、日本人すっごい優しいの。これ信号とかもないけど、バスでこうやって、あ、渡りますかって言ったことないの。本当に優しい。ピクトグラム、ピクトグラム、人気なんですよね、ピクトグラム。ここ、ここですね、ここ。はい、今書いてあるじゃん、コロナ専用。すみません。コロナのワクチン接種の大規模接種センターってここなんですか？どちらですか？2カ所今あるんですよ。はい、あのネットで予約してて、いやね、こっちが一般の普通のあれなんですけど、はいはい、スクーター了解、これをまっすぐ行ってください。はい、まっすぐ行きますと、はい、がんセンターっていうのがあるんですよ、はいはい、要するにがん検診をするところ、はい、そこのとこでやってるんですけど、はい、じゃあこれまっすぐ行ったら、はいはい、同じような警備員がいますから、ちょっとそこからあそこですよって教えてもらってください。あ、わかりました、ね。今ちょっと無線で言っときますから。はい、すいません、はい。ありがとうございます。はい、すいません、じゃあ今。めっちゃ優しい。無線入れてくれん。この中では動画が撮れるかどうかわかんないですね。いろいろ見て、聞いていて。取れたら全部皆さんに気分入れます。取れなかったらダメだからダメですね。しょうがないですね。すいません、今日ワクチン接種の予約でここが当てますか？ね、こっち裏なんですよ。あ、はい、病院の建物沿いにね、はいはい、ふーっと行ってもらうと正面玄関で、あ、そうなんですね。正面にね、あ、フォレストっていう会場が、はいはい、設営されてます。中に入ってください。あ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、はいはい、すいません、じゃあ行きます。優しく説明してくれますね。あ、これでランズエイブラグワニャー。聞いたんですけど、こっちじゃなくて、あっちですね、白いテントがあるって。セミが出てきちゃって、セミが取りますかね。そうですね。中で入荷できるので。あ、すいません。はい、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。はい、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。いいですか？はい、はい、すみません。
はい、すいません。失礼します。すいません。はい。はい、以上で全部ワクチン接種をしてきました。全然痛くない、全然痛くない。そうですね、本当にみんな医療の方々優しくやってくれて、正直の僕の感想なんですけど、いや注射はですね、一般の他の注射よりも痛くない、後頭とかこれよりも痛くない。本当に注射打つかどうか全然気づかなかったくらい、いや全然痛くなかったんですよ。で他はなんか腕が痛いとか、もう力がないとかそういう人多いんですけど、僕はもう力がめちゃめちゃ強くて、あとあの注射をワクチン接種したあと20分ぐらいそこで待ってて、いろんな副作用があるか余熱が出るか何か問題があるかどうか、それを20分ぐらいそこで待って帰るんですね。ですね、これが大事ですね。これここに書いてありますね。これが1回目ワクチン接種しました、書いてありますね。ファイザーとかこれなんですね。2回目もここになるんですけど、僕が海外旅行行くときとか行くときに、やっぱりそのワクチン接種をしましたっていう確認証が必要じゃないですかって聞いたみたんですよ。これが今は確認証なんですね。もしかして首相とかそれで行く場合は大使館に連絡してて、これが大事だと言いました。これから韓国行けるかもしれないんですね。はい、今日は以上で皆さんにワクチン接種、1回目の接種を報告をしました。本当に日本の方々、日本人にすごく優しすぎて、中国無事になりました。ありがとうございます、ありがとうございます。にゃーん。回転ポスターがありえた。